こんにちは、深井です。寝ながらスマホ見ながら太ももを下っ腹お腹痩せやっていきましょう。膝を曲げたまま足パカしていきます。限界まで開いて閉じる。膝を曲げておくことで内ももの付け根に効いてきます。呼吸は止めないようにして、できる限り開いて内もも付け根使ってしっかり閉じる。繰り返していきましょう。余裕がある人は腹筋下っ腹力入れて、お尻を床から持ち上げると良いと思います。しっかり閉じる。ラスト1回、限界まで開いて内もも使って閉じる。 OK です。このまま下っ腹使ってお尻を持ち上げていきます。膝と膝つけておくと内ももにも効いてきます。お腹を使ってお尻を床から浮かせるイメージです。呼吸は止めないように意識を続けましょう。しっかり持ち上げる。僕いろんな動画を出して結局気づいたんです。お腹と足一緒にやらないとどちらも痩せないんです。だから20分でお腹と足一気にできる動画もう一個作りました。頑張っていきましょう。 OK。 次は膝曲げたまま開いて閉じる。開いて閉じる。開いた時に足の裏を合わせてしっかり閉じる。限界まで開いて閉じる。余裕があればお尻を床から浮かせておきましょう。呼吸も止めないようにしましょう。限界まで開いて閉じる。ゆっくりで大丈夫です。で、20分結構長い動画なので、きつい方最後の10秒もちろんサボって大丈夫です。次、休憩ストレッチです。 OK。 両膝床について肩幅ぐらいに広げましょう。左右に膝を倒していきます。休憩ストレッチです。余裕がある方は膝がね、こう床につくぐらいまで倒すといいと思います。休憩なのでもっとちっちゃくね、楽な範囲で動かしてももちろん OK です。こうやってところどころね、休憩ストレッチ入ってますので、運動不足でね、体力自信ない方も安心してください。呼吸だけ最後に止めないように意識を続けましょう。OK。 次、また膝曲げたまま足を持ち上げて、右足だけ足パカしていきます。しっかり開いて閉じる。ぐっと開いて閉じる。余裕があればちょっとね、お腹に力入れてお尻持ち上げておくと、下っ腹にも効かせながら右の内ももの付け根に効かせられます。急ぐ必要はないです。限界まで開いてゆっくり閉じる。腰が痛い方、お尻の下に手を入れてももちろん OK です。ラスト1回、しっかり閉じる。 OK。 このまま左足もやっていきましょう。左足パカ閉じる。この時膝の角度をお任せします。もっと曲がっててもいいですし、膝90度ぐらいでもどちらでも大丈夫です。大切なことは左の内もも、ここですね、使う感覚があれば OK です。ゆっくり限界まで開いて閉じる。繰り返していきましょう。閉じるときは付け根を使って膝と膝最後までつけましょう。余裕があればお腹使ってお尻をちょっと持ち上げておきましょう。ラスト1回頑張りましょう。 OK。 次は右足を左膝、こんな感じで乗せます。このまま左に倒します。この時に右のお尻が伸びます。戻す、左に倒す。あまり伸びないよという方は、ちょっとこの左足をね、手前にグッと引いてみてください。この右足をお腹につけた状態でグッと、こんな感じです。なるべくこの足を胸に近づけると、より右のお尻伸びてくると思います。お尻のストレッチです。 OK。 次、逆いきます。左足を右膝、こんな感じで乗せます。このまま右に倒す。この時に左のお尻が伸びます。右に倒す。お尻ね、柔らかい方はそんなに効いてる感じないかもしれませんが、その場合はね、ちょっと手前に足を引いた状態で右に倒しましょう。もうこれもね、休憩ストレッチみたいなもんなので、そんなにきつくはないと思います。OK。 次はですね、
膝を約90度に曲げたままつま先を限界までぐっと持ち上げる、下ろす、ぐっと持ち上げる、ふう、しっかりねつま先ゆっくりで限界まで上げる、上げるときにこのすねの筋肉を使います。しっかり上げる。もしねどうしても上がらないよって方は上半身を起こして手でちょっとこうやってサポートしてズルしたりとか、あとすねをね手で触って意識しながらやってもいいと思います。ラスト1回 OK。 次はこう両膝曲げたまま右足だけしっかり伸ばしきる、しっかり曲げきる、しっかり伸ばしきる、曲げきる。呼吸は止めないようにしましょう。腰が反っちゃう方はねちょっと腹筋力入れて腰反らないようにしましょう。限界まで曲げきるときは裏もも使う、伸ばしきるときは前もも使います。裏もも前もも、ゆっくりでので曲げきる、伸ばしきる。ラスト1回しっかり曲げて OK。 そのまま左足やっていきましょう。しっかり伸ばしきる、曲げきる、伸ばしきる、曲げきる。これねスピード全く重要じゃないです。普段動かさない範囲まで動かすことが目的なので、限界まで伸ばしきって限界まで曲げきる、これが大切です。急がなくて大丈夫。ちょっと腰が反っちゃう人はねお尻の下手を入れてももちろん OK です。しっかり曲げ切る、伸ばし切る。この次お尻と裏ももを使う種目ちょっと難しいので僕ちゃんと解説しますね。 OK です。次は膝と膝しっかりつけて膝は90度に曲げたままお尻を持ち上げます。裏ももとお尻の筋肉使って持ち上げる。膝と膝はつけておく、膝は90度、裏ももお尻使って持ち上げる。手で裏ももお尻触って、あ、硬くなってる、力入ってるって感覚あれば OK です。膝同士つけておいた方がやりやすいと思います。裏ももお尻の筋肉使うことが目的です。ラスト1回いきましょう。グッと上げる OK。 次横向きです。右向きに寝ましょう。このまま左の股関節大きく回していきます。スマホはね床に置いといても大丈夫です。左股関節を外回ししていきましょう。これもスピードは重要じゃないです。ゆっくり大きく付け根から回す。普段動かさない範囲まで動かします。バランス取りづらい方は右足を前に出しておくとバランス取りやすいと思います。呼吸だけね絶対止めないように意識を続けましょう。 OK。 次このまま左足真上に上げていきます。外ももってよりもお尻の横を使うイメージ、こうやって手を添えると、あ、お尻の横動いてるなーって感覚が分かりやすいと思います。余裕がある人はできる限り高く上げてみましょう。この時どうしてもね首とか肩力入ってこうやって頭浮いちゃう方いるんですが、頭はつけておきましょう。ふぅ、もちろん多少外もも使っちゃってもいいです。外もも使ってもいいんですがメインはお尻の横意識をしましょう。ラスト1回 OK。 次はこのまま左足つま先を真上向ける。グッと付け根からねじってつま先真上向ける。難しい、真上向ける。どうしても上半身バランス取れない方手を床にこうやってついておいてもいいです。ゆっくりつま先真上向ける。真上まで向かない方は股関節をね外に開くのが目的なのでちょっとだけでもいいです。つま先上に向けてねじりましょう。 OK。 次は膝を90度に曲げます。こんな感じです。お尻を使って開く、ここです。お尻使って開く、膝だけ離すイメージです。外もも使ってもいいんですがメインはお尻、こう手をお尻に添えて動いてる感覚あればそれで OK です。呼吸は絶対止めない、肩は力入れすぎないように意識をしましょう。ゆっくりでいいのでお尻使ってる感覚だけしっかりね掴めるように練習しましょう。 OK。 次逆向きになります。
右股関節を大きく外回ししていきましょう。できる限り大きく回す。これ何がしたいかというと、普段動かさない範囲で股関節動かすってことがしたいです。だからね、スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きくねじる外回しですね。外回し、ラスト1回外回しましょう。よし、 OK。 このまま右足を真上に上げる。お尻の横使って真上にできる限り高く上げましょう。外もも使ってももちろん OK。 メインはお尻の横って感じです。で、結構ね、もうそろそろ中盤に入ってきたので、きつくなってきた方いると思います。最後の10秒サボってもいいし、一種目まるまる飛ばしてもいいです。最後までね、動画を完走することが一番大切です。お尻の横を意識して呼吸が止めないようにしましょう。きつい。ラスト1回頑張って OK。 そのままつま先しっかり上向ける。上向ける。こう、僕はね、種目と種目の間休憩なしでやってますが、一応種目の間5秒ぐらい間隔空けてあるので、間でね、5秒だけ休憩してももちろん OK。 皆さんが続けやすいやり方、ぜひ自分で探してみてください。つま先を上向ける。しっかりこのね、お尻の横からここを使うイメージです。ここを使うイメージ。ゆっくりでいいから、つま先上向ける。OK。次は、膝を90度ぐらいに曲げて、お尻使って、開く。膝と膝をしっかり離す。本当にね、これぐらいだけ離せば十分お尻使えます。こんなに動かさなくて大丈夫ですよ。こんな風に。これだけで十分です。お尻の筋肉ね、普段使わないので使う練習をしています。この次の種目からうつ伏せになります。だいぶ楽ちんになると思うので安心してください。OK。うつ伏せになりましょう。うつ伏せになって、スマホここ置いて、パタパタしてきます。これはですね、イメージでは裏ももの筋肉を使って、かかとをお尻に近づけるイメージです。裏もも使う感覚わからない方、手で裏もも触ってみましょう。あ、裏ももが動いてるなーっていうのがね、わかれば OK。わからない方は練習あるのみです。裏もも意識して練習しましょう。OK。次は右足を左足乗せます。左の裏もも使って膝曲げる。膝曲げる。左の裏もも使ってる感覚があれば OK です。余裕がある人は右足で向こうに負荷かけたまま、その負荷に逆らうように左の足を曲げる。吐きつ。右足で負荷かけて左膝曲げる。呼吸は止めないで、肩もね、力入れすぎないようにしましょう。ラスト1回頑張りましょう。よし、OK。次逆です。左足を右に乗せます。右の裏ももを使って、膝曲げる。右の裏ももを使って、膝曲げる。感覚わからない方は、右の裏ももに手を添えてみましょう。これ理想はね、裏ももとお尻の境目ぐらいまで使ってる感覚あると良いと思います。感覚ない方はね、こう自転車とかスポーツと同じです。もう練習あるのみ、できるようになる。毎日やってね、ぜひ感覚つかみましょう。OK。次は手を耳の横についてぐっと上半身反らします。お腹のストレッチです。腰が痛い方は、こんな感じ、これぐらいでも十分だと思います。ちょっと顎をね、上に持ち上げたりすると首の前面も伸びてきます。お腹です。ここが伸びてれば OK です。呼吸を止めないように意識を続けましょう。ちょっとね、顎もぐーっと上に持ち上げておくといいと思います。 OK。 次は右足を左こっちに持ってきます。
でですね、右のつま先なるべく向こうに向かってぐーっと引き離すと、右のお腹、右の股関節付け根が伸びていきます。できたらね、こうやって肘は床につけておいて、右のつま先を遠くにぐーっと伸ばすイメージ。右の脇腹、お腹、股関節付け根が伸びてれば OK。 呼吸は止めないようにして、肩もね、力入れすぎないようにしましょう。 OK。 次逆です。左のつま先を右こっちに持ってくる。左のお腹、股関節付け根、ここ伸びてれば OK。 なるべくつま先を向こうに向かって引き離すイメージ。伸びます。呼吸を止めないようにして、肩の力は抜きましょう。 OK。 次、前もものストレッチ。左手で左の足首つかみましょう。左の前ももをストレッチかけてます。余裕がある方はちょっと左手でグッと引っ張って、左の膝が床から浮く、こんな感じですね。こうするとより伸びると思います。腰が反ってね、腰に痛みが出ないようにしましょう。左の前もも伸びてれば OK。 伸びない方は膝を床から浮かせたり、ちょっと角度変えて、あ、この角度伸びるなーってところを探してみましょう。よし、 OK。 次、右足、右手で右足首を掴みます。右の前ももが伸びてれば OK です。余裕がある人は膝がね、床から浮くぐらいグッと引っ張ってみましょう。肩に力入れすぎないようにしましょう。特にね、この前もものね、張りが気になる女性多いと思います。ここしっかりね、行っていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。この次の種目から上向きに戻ります。休憩なのでご安心ください。 OK。 上向きです。よし、 OK。 じゃあこのままドローインです。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界まで膨らませて、ゆっくり口から吐く。口から吐いてへこませます。もうこれ以上吐けないってとこまで吐き切りましょう。吐いて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 、30秒で一呼吸するイメージですね。限界まで吐いて、よし、 OK。 次は膝90度に曲げて、こんな感じ持ち上げましょう。そのまま左右に振っていきます。膝と膝つけておくと内ももにも効きます。腹筋下っ腹に効かせてます。もし余裕があればね、お尻床から浮かせておくとより効果的です。手を床ついてももちろん大丈夫です。しっかりねじる。膝と膝をつけておけば内ももにも効きます。きつい。 OK。 次はですね、膝伸ばしたまま股関節を内外にしっかりねじりましょう。つま先を外内、繰り返していきましょう。もう股関節のね、付け根からねじるイメージ。これはあくまで休憩ストレッチなので、ゆっくりね、股関節内外にねじる。ちょっと今回の動画、二の腕入れなくてもいいかなと思ったんですけど、やっぱり最近二の腕の動画すごい流行ってるので、この後ね、一種目だけ二の腕入れます。 OK。 両手でですね、ぐるぐる回す。スマホはね、一回床に置いておきましょう。こんな感じでぐるぐる回す。ぐる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 回す。できる限り大きく早く回す。きつい。逆回しもしましょう。これ、前やったらね、手が顔に当たったってしていたので、当たらないように。だけど早く、大きく。頑張れ。二の腕で効きます。きつい。頑張って早く回して。この次はくびれ作り、肋骨締める動きです。左膝を曲げておく。右膝伸ばして、左手万歳。右膝と左肘つける。
右膝と左肘つける。スマホはこうやって右手で持っておくといいと思います。左手と右膝伸ばす、肘と膝つける、ふう、しっかりつける。で、肘と膝つけるときにしっかりお腹丸めるイメージです。ふう、ぐっと、きつい、ゆっくりでいいですよ。しっかり伸ばしきって肘と膝つける。ラスト2回いきましょう。ラスト1回ゆっくりぐっと、よし、 OK。 次逆いきましょう。右膝曲げて、右手と左足伸ばして、肘と膝つける、伸ばして、つける、つけるとき腹筋使って腰を丸めるイメージ。きつい、きつい、頑張って、しっかり肘と膝つけて、グッと、きついですよね。ゆっくりでいいので、肘と膝つけるとき腹筋意識して丸める。ラスト1回いきましょう。しっかりつける。ラスト1回伸ばして、しっかり肘と膝つけます。よっしゃ、 OK。 次自転車こぎいきます。めちゃめちゃ喉乾いてきました。下っ腹と股関節の付け根意識して自転車こぎです。余裕がある人はお腹使ってお尻を浮かせておいて、できる限り上に大きく自転車こぎしましょう。めちゃめちゃきつい。前もも使ってもいいんですが、できたら下っ腹と股関節の付け根意識しましょう。きつい。できる限り大きく回して頑張って、大きく大きく、お尻も床から浮かせるといいですよ。肩は力抜いてくださいね。頑張って、大きく大きく、あと10秒頑張って。ふわ、きつい、きつい、頑張って頑張って頑張って、ふわ、きつい、あと少し。よし、OK。最後休憩ストレッチでおしまいにします。さっきと同じやつ、膝曲げて股関節左右に倒す。ふう、これクールダウン大切なので、ぜひね、最後に休憩ストレッチ入れてあげるようにしましょう。大きく呼吸しながらね、やりましょう。よくこの動画とか、どの動画も1日1回でいいですかって聞かれるんですけど、もちろんね、1日1回でいいです。ズボラストレッチは習慣化が目的なので、皆さんが続けやすい回数とか分数でやりましょう。で、もしこの動画結構大変だよって方は、 YouTube の、スピード、動画のスピード上げるといいと思います。 1.25 倍とか 1.5 倍にできるので、ぜひそれでね、ちょっと早送りしながら、ちょっと効果薄くなっちゃいますけど、習慣化のためにはね、それでもいいと思います。逆に余裕な方は 0.75 倍とか 0.5 倍遅くするときつくなるので、ぜひそれでやってみてください。で、あくまで理想は朝昼晩3回できたら一番いいなと思います。あとね、早く痩せたい方、最低でも毎日30分は頑張るようにしましょう。僕も応援するので一緒に頑張りましょう。よし、OK。 お疲れ様でした。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。